地平原に着いた菅笠衆はこの地におるらしいが、蒙古の荷車が襲われたのか、菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。酒井仁か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。蒙古を成敗すれば、叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。魔族地の悪徳な侍。駒田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。Thank you.
が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。キランの申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。やるじゃないか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった？花妻への長岡家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのか。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった？侍相手に忙しそうにしてたの。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。空だ。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。対馬は。いや。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。菅笠衆を武家にしてもらっては。総領はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんのか。戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが。戻れ。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ？半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ？猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると？おそらくな。策はあるのか？まあ見ておれ。何やつだ？おい心臓、俺だ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ？あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか？策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る？殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけやがった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、対はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。
よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コモダがどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。おじけづいた。放っておけ。差し上げましょうか。弓を強くいたしましょうか。これでハヤブサをも落とす一夜を放てるでしょう。走れ、走れ。
雄三は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦える奴だけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。はい。中に大勢いるぞ。櫓にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ龍造。
死ねえこの畜生ども。エンダーザ続直だ。いかがでしたか。ほら、食料を運ぶんだろう。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。急兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだらな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。
急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったか。お前の手下が気を引いたのだ。食い物を探そう。ないな。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれ。ない。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船が。聞こえたら4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。Ravga garbu orol gijilsinde。Negli un far sinta, eh?と話す。
Atçıksa! Derin hep be!手立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカっ腹見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。どうしよう。実証、俺たちの食い物が。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。義務回ってる。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。
霧が裏。目を澄ましてぞ思われる。戦についえ裏がれるかな。戦いか？
야초! 待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何？伸びたのだ。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦えそうにないね。全て一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか？使ったやつは引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。坂井様、姉さん。タカ、あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？叔父上を救いたい。兼太の木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。
준하루고! 야, 선배! 이거 주시오. 살드. 行こう。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。Эн хабас харбат байс. Би сайн байна. Яг мун байж таарлаа. これからどうすりゃいいの？助かりました。ユキオの使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったら、まるで鬼だよ。沈まれ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。
生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。火場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間をいたぶるぞ。侍なんて知らない。知らない。お願いだから殺さない。Negium Harsinta. どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよここで猛虎を迎え撃つ。
Thank you.
お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている。酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。タカが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。ユナに話を聞いてみねば。よについてのご用があればお役に立ちましょう。
酒井様、十分な素材をお持ちください。助かった。これで我らも安全です。あの人が八重を。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。おじうえが自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。橋村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな、タカニャ。話は後で。酒井様、打ち終わりました。アザモ、お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな、仮ができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジーンス、どこにいる？龍蔵。優しい男だったのに。ジーン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。四方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。おじ上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。おじ後も囚われのままだぞ。場所は八立砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上、いかにして助けるつもりだ？戦える奴はまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万平付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか？覚えてるか？武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。すまん、初の試合であったゆえ
つい浮かれてしまったのだ。そうだろうさ。あの刀比べで地頭様のお祝いに皆会いたがった。そんなつもりはない。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か？ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと？俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や山や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は？ほら落ち着け。時期暗くなる。出発はできそうか？手立ては道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。どうやって救い出す？どうやって？策を出すのはお前の役だろう。うん。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。うん。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば呪しをあげる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。得られぬか。だが鍵縄を使えばいけるはず。うまくいった。これは使い手があるな。
手前の岩場に渡れそうだ。
蔵もいるのか。外におる。助けに来てくれると思ってた。Harda! Энэ үхчжээ! Асыг адуурсан ойр байна! Оцвой! Ямар нэг юм харуу юм алга! Буцаа дэрж мэдэн сэрэгтэй байна! Асыг адуурчаруул үхтэл болгоно! Ой, өнөөгөө чи хардаа. Ой, өнөөгөө чи хардаа. Хаан. Яхсыр бидний хинэн ч хардгүй лээ. Энд тэр самурай болтой. Алдаа төрний. Ямар нэг юм харуу хэн харахгүй байна. Оцей, ямар тааш бэлэн байгаарэ. Дараа мултар чадахгүй. Ой, өнөөгөө чи хардаа. Хаан. Тэд энэс мултар чадахгүй. Асыг алуурсан ойр байна. Оцгой. Уцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Ахиад учруул үхтэл болгоно. Ямар нэг юм харгуу. Энтер самурай болтой. Алдаа төрдөг. Хэрхэн байга юу? Энд харахгүй бай. Буцаа дэрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Ахиад учруул үхтэл болгоно. Ямар нэг юм харуу. Юм алга. Болж мэдэн шүү. Тэнд нэг юм байна. Чи яг юм харсан юм?
Эгхүм сүм тавла! Бид ал үтарж байна! Бидний хотоос агнахаар шийдэж! Сүм он хүрүүлцэггүй штэ! Марта нада! Тэр мүн байж тавла! Арчин! Тэр нэг ахи! I'll let bullshit. How? Shimura got caught. Ah, how did he get in? Get ready for battle. Gaten. Sakai-san. Bujin, no yo da na. Hey, natoka.おい、動くちゃ張った。はい、足を上げて竜像を入れよう。よし、竜像、いつでも来い。門を開ければ。仲間と賭けをしてたんです負けちまった。酒は持ってきたよな一体どういうことだ、さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ。
拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よしてめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたは鷹の恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい叔父上を救うと。お前の老いが我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らが民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って、飢えをしのぐがよい。どうした、龍造？何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ジン、ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな。地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか。後で会おう。お主の弟子、敵に寝返った時。だから酒はすかん。知ってるだ。高井様。タカ、鍵縄助かったぞ。お役に立ったようで。姉の反対を押し切ってご分を祈りに来ました。お前は何しに来たのだ。一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。叔父上を救った暁には宴を開こう。それじゃあ極上のものを。姉さんが待ってます。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。
皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆のもとへ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。まず万兵を倒さねば。先生、ケンジと大手門の番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私とこの先の猛虎の兵器。以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。
バルチュラハノエ。アルサンフニケンオルチンオットオッセナンサマラヘルテンバイガユユマルカサディエスメディンセレムステッパアラムルタンシャタクエンの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ雅子殿も。ジン、万平がいる。俺が先駆けだ。Hey!
ペガサ衆がいたらこんなに苦労しないのに。竜造名忘れはせぬぞ。志村様にも伝えよう。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。待たせるね。備えろ、バンペイがおるぞ。ямар нэг юм харуу юм алга оцэй ямар тааш бэлэн байгаарэ ахад учруул өгсөл болно хинд байна яхсэр бидний хинэн ч хардгүй лээ Тэнд байна уу?
ベリティシェトラリチェンямар нэг юм харуу юм алгаа тэнд байна уцаа дэрж мэдэн сэрэмжтэй бай дараа мотор чадахгүй хийсэн хүнийг нь олж ир ой өнөө гих ца хардаа доошо энд асаа ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか。駒田での戦のように。竜蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。しない。今ではないのか。もう昔の話だ。
まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。共に故郷を救おう。今じゃ猛虎のもんだ。竜蔵、侍だ、侍がいるぞ。
バリティーバこの獣が。おじ上、ジンです。ジン、急げ。おふさまらいの。おじ上、信じておったぞ、ジン。さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。北にいる万兵どもを始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。政子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、首を逃がすでない。ソア先生、矢を放て。
皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ、飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。分かるな。入れてやって、助けてくれ。おい、よしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。せめてお水も一口だけでも。志村様によろしく。陣、待っておった。必ずや藩を討ち取り、竜蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。
そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの剣ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。太刀を鍛えますか。酒井様、十分な素材をお持ちください。また頼むぞ。その太刀どうか我らをお守りください。陣、新しい品が入りました。またお越しください。雅子殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。どんなものでも揃えてますよ。恐れながら数が足りませんね。ここで良い知らせを。酒井、見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息は。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。
志村様はなんて？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。もうこの非道な所業に叔父上の身を案じました。もう子供が束になろうと、わしの心は折れぬわ。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは。本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのようなおなごだ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。卑しい身なれど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木と骸。枝物め。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。もう子供。騎兵がいます。押し通れ。攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。再び火を灯し藩に見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。どうしよう。文句ら、あなた
手始め。援軍だ。挟み撃つ気か。手に取ってやろう。弓を構えて。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。はあめ、待っておるがいい。来てくれたのだな、
見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らは鏡見台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれる。ターンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。麦谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようでお話をしたいと。僧兵だと承知した。本土に渡る航路を見つけた仲立ちがいるらしい。そんなうまい話があるもんか。でも試す価値はあるだろう。そんなこと言って。泡の味がおかしくないか。ああ、わかるよ。きっと食べ飽きたんだ。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は。ノリオと申します。
この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の草子の村も産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。この島の美しさが猛虎でも盗めばいい。クスシを救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番のクスシだと言われています。赤島で会おう。